まずね、完全にイラストがかっこいい。はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日はですね、ドラゴンボールヒーローズの商品をご紹介したいと思います。最強ジャンプ5月号の付録にある ここにね、ありますドラゴンボールヒーローズの、スーパーイーシンロンとカンバーとブロリー BR、 こちらが付録についているっていうことでね。あとは何より、まあこれちょっと有料なんですけれども、応募者全員サービスでゴジータ GT、 ベジットゼノ、ゴジータ BR がゲットできちゃうというね。去年もね、確かね、こんな感じの、最強ジャンプの付録があったと思うんですけれども、こちらが、5月の5日発売になりましたので、早速ご紹介していきたいと思います。というわけで、付録ヒーローズ関係はこのね、ドラゴンボールヒーローズ最強スターターブック、最強アバター修行編ってことで冊子がついてましたね。中には多分、パラッと見た感じ、ヒーローズアバターがあると思うんですけれども、そちらのね、育成方法とか魔人とかサイヤ人とか人造人間アバターのね、各特徴とかが記載されてるみたいです。これね、ぜひヒーローズ始めた方には特におすすめの冊子になってるんじゃないでしょうか。で、こちらに、全員サービスのね、ブロリー BR とカンバーと、なんだっけ、スーパーイシンノカが入ってまして、あとはね、カードポスターってことですね。なので早速こちらを開けていきましょう。はい、ポスターの中身はね、 UM7 段の、UR とかシークレットの、全リストですね。ちょっとね、大きすぎて見えないと思うんですが、こんな感じです。シークレットだったりキャンペーンも書いてあるね。あとスーパーレアと、あ、レアとコモ、あ、全部書いてあるんだ。これはいいんじゃないですか。完全にトイレにね、飾りたいかなって感じですね。で、裏面はね、4月の4日に発売になりましたドラゴンボールスーパー9巻の表紙だね。トヨタロウさんが書かれてる漫画の、コミックの表紙ですね。おー、勝つのは俺だ。はい、こんな感じです。ではメインのね、こちら、付録を確認していきましょう。ヒーローズ以外のね、カードも入ってるみたいなんですが、まあ私はね、ヒーローズ以外よくわからないんでスルーしていこうと思います。ではまず、ブロリー BR ですね。はい、こちらは、チェンジ、スーパーサイヤ人と、逆襲の後期って感じですかね。3ラウンド目に変身してパワーがプラス9000&ヒーローエナジープラス。で、究極最強アビリティっていうのがありますね。まあ、このアビリティを持ってるやつがパーティーにいっぱいいると、与えるダメージが 1.1 倍からどん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 増えていくっていう、まあ、あのね、こういったシリーズに結構ついてるような連携というか、そういったアビリティになりますね。まあ、何よりイラストがいいね。はい、次はカンバーですね。ヒーロータイプの無慈悲な攻撃か。で、カウンターラッシュ持ち。こちらも最強アビリティがついてて、HP が半分なんでね、カウンターラッシュが発動すると。あ、これ妨害のカウンターラッシュか。なるほど、なるほど。はい、こんな感じでございます。カンバー、これはスーパーサイヤ人3だ。で、最後にスーパーイージーのハイボルテージかの、スーパーエナジーですね。で、こちらも妨害のスーパーエナジーだ。エナジーが合うほどダメージ与えて攻撃した敵の戦闘力を永続で半減する。で、ハイボルテージはね、結構便利だよね。ダメージを半分にしてくれるんで、まあ1回限りなんですけども、使い勝手がいいカードなんじゃないでしょうか。はい、まずこの3つが最強ジャンプをね、5月号購入されると必ずついてくる付録になります。で、一番のね、メインというか、全員応募者サービスのね、600円でゲットできるこちらの3枚。まずね、完全にイラストがかっこいい。最強ジャンプの中にあるシリアルコードを入力して応募するみたいですね。ただ、600円は必ずかかるので、お子さんとかはね、お母さんに確認して購入してみましょう。まず、ゴジータ GT なんだけど、ドカバキ破壊がついてて、アタッカーにすると、チームのエナジー7個以上の時、気力 25% 以上の時に発動と。ドカバキそういえばまだやったことねえな。ドカバキ破壊。で、あ、こいつらもちゃんと究極最強アビリティ持ってるんだね。さっきの、3枚と一緒に。使えるんじゃないでしょうか。で、消耗するエネルギー、これ強いね。ラウンド開始でそのラウンドの気力消費による戦闘力が4倍になる。まあただしラウンドが進むと上昇率が低くなるということですね。続いてベジットゼノ、チェンジスーパーサイジ4、3ラウンド目以降か。なるほどなるほど。でパワーがプラス5000で、アビリティが絶妙な連携攻撃。あれこれあれなんだっけ、同調、力の同調とまた違うんだね。与えるダメージがこちらは 1.5 倍になるみたいですね。結構強そう。で、最後ゴジータ BR ですね。で、こちらはゴッドカメハメハ。2ラウンド目以降にアタッカーにすると自分チームの攻撃時にゴッドカメハメハモードに突入。パワーがプラス4000で、超強力な気力ダメージを与える。で、アビリティが絶対的な自信。永続で気絶しなくなる。これはエリート、あ、じゃあバサーカーだ。結構いいんじゃなかろうか。で、固定ダメージですね。プラス2000。で、変身後だとさらに効果がアップするということで。いや、ゴジータ BR 結構強そうだな。はい、というわけでね、こちらもう応募が始まっております。で、先着4万パック分は先に1週間以内に届くみたいなんで、皆さんね、早めに応募されることをお勧めいたします。それ以降はね、7月上旬ってなってるんで、だいぶ先になっちゃうんで、ぜひこの機会にいかがでしょうか。
はい、というわけでね、本日は最強ジャンプ5月号の激アツ、誰でもみんなもらえる最強のカードをご紹介させていただきました。特にね、応募者全員サービスのやつは本当に4万パック過ぎちゃうとだいぶ先になっちゃうんで、ぜひこの機会にゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。